You can do it, Match. 安心しなさい。ジンの外にいる私はいつでもお前と交流できるから。できることに限りはあるけど、遡る過程でお前に干渉できるわ。始めましょう。Thank you.He must include function. Okay, okay. Kihei がいるから、必ずすべてが順調に進むわ。ねえ、アシゲちゃん、花火を退屈させないって約束できる？休館の陣はお前の過去をたどり、それらを再構築した。目の前の空間こそがお前が提供したものを素材にして作り出された情景よ。美月、気分はどう？I'm all good. まあまあかな、大した問題はなさそう。丈夫なのね。ジンの影響を受けた時、多くのものはあまりの情報量に流されて一時的にめまいがするのよ。きっと幻覚だよね。目の前に不幻が二人もいるなんて。幻覚じゃないわ。一人は私の投影よ。これでいつものように会話ができるでしょ。もう一人はお前の過去の中に存在している私よ。なるほど。これはいつの出来事かな。ここは確か医者市場だよね。多分探偵師に攻め入った時のことでしょうね。本当に？信じられないんだけど。あの時は広場中が運気軍だらけだった気がする。うん、何しろ休館の陣が推定したものだから、多少の歪みが発生するのは仕方ないわ。でもここまで大きい揺れが生じるなんて不合理ね。うん、あちらの不幻と話してみて。あの大木が何て言うのか聞いてみましょう。不幻だよね。正確な災いを解決するには先にこの問題を解き明かさなければならない。問題の鍵は何なのか。通常なら問題の鍵を握れば他の全ては自然と解決する。性格が剣木を蘇らせた。それによる結果は誰も予想できない。個人曰く、災いは服のよるところ、服は災いの伏すところなり。天候には常あり。家福を占いぬ今は神通力を持つこの身こそがラフを救える。ダラダラと何を言っているのかな。大木ってばこんなことを言ってたっけ。全然記憶にないんだけど。どうやらお前の中の私はこんな風に長たらしい無駄話をする人間のように。ラブルマウス。うちの目に映る大木は全能で超人的な存在だよ。この経験が歪められているのは確かに。でもそれを構築している素材はお前の記憶よ。その点に関しては間違いない。つまりお前は無意識のうちに私の話を早口言葉と思ったってこと。それは大木様のお言葉がどうにも理解できなくて。まあいいわ、怒ってる場合じゃないし。推定した経験が歪んでいるのであれば、その要素をいちいち取り出して正すしかない。でないと先に進めないわ。複雑だね。
聞いてるだけで脳が伸びちゃいそう。もっと簡単に説明してもらってもいい？はあ、さあ矢をつがえてあの不言を射抜きなさい。OK OK 遊んでよ。どうしないで。即戦即決で行こう。ああ、ルールは破るためにある。世の万物に人事をなす。優しくするね。頑張って。始めようか。遊んでよ。どうしないで。即戦即決。びっくりした。急に戦闘シーンが始まるんだもん。どれどれ。ここには天雲と幼児ちゃんと将軍とあの子がいる。まさか彼ら全員と戦うことになるの？大木はさておき、軽減には勝てっこないよ。大木はさておきですって。ここを歪めている干渉要素は一つしかないはず。つまりここにいるはずのない人物よ。それってこの人たちの中から一人選んで干渉を取り除けばいいって話だよね。そうよ。お前の判断を邪魔しないよう私の投影をなくしておいたわ。私の声が聞こえるのであれば見守っている証だと思いなさい。さすが大木様、頼りになる。無駄話大会優勝者という素敵な私の印象をこの頼りになる姿で上書きできるように祈っておくわ。元気で、元気に。ふう、一体誰だろう。いるはずのない人は。いや、奇遇だね。あんたもうちの記憶の中にいるんだ。普段もあんまり喋らないけど、ここはうちの記憶でうちの縄張りなんだよ。せめて何か喋って。何か。言葉を失っちゃったよ。へえ、私も美月も彼女に対して似たような印象を抱いているのね。思い出さないで。あんたには無益だよ。聞いた？この子まで突然変なことを喋り始めたよ。Clear the distortion。 幼児ちゃん、ハロー。なのか、構えろ。これからの戦いはとても危険だ。え、これからの戦い？しっかりしろ。元老が剣木の方へと向かった。絶滅大群を止めなければ大惨事が起こってしまう。はいはい、分かったよ。それと、なのか、俺たちにとって最も重要なのは未来だろう。え？思い出に溺れると今の感覚が麻痺し未来への希望まで絶たれてしまうぞ。ねえ不言、記憶の中の人はみんなわけのわからないことを言うの？情景がこんなに歪められているなんて変ね。Clear。 やっほー、将軍様。将軍？軽減将軍？軽減。スピー。いるんだね、世の中には。紛れもなくお前が無意識のうちに将軍に対して変な印象を持ってしまっただけよ。あ、そうだ、
市に攻め入った時、将軍は現場にいなかった気がする。どうやら将軍がこの経験を邪魔してる根源みたいだね。Clear. 気なのか。今の自分の生活に満足できていないのかい？結構満足してるんだけど。ならばどうして過去に執着する？おお。遊んでよ。世の万物人事なす。この機会を逃さない。隠れんぼして答え見つけてごらん。あ、ルールは破るためにある。盗難に過ぎないわ。Okay. Hipoencia. Oh, yeah. 急に現れたわね。これは何かしら。これなら知ってる。ベロブラグの金付きだよ。待って、どうして金付きが医者市場に？どうやら一つの経験に他の経験の部分が混ざったようね。侵入してきた異物のようなものかしら。異物？聞いただけでもまずそうじゃん。手術で取り除く必要があったりしないよね。その必要はないわ。逆に旧館の陣が干渉を排除した証だと思うの。ほら、無事もう一つの経験へと至ることができたじゃない。叩いてみなさい。あの経験に移動できるかどうか試しましょう。美月様、最新の先週美人図鑑はいかがでしょうか？期間限定で特典カード、ラフ炭治郎の出演が上がっていますよ。こんなに元気そうな帝運を見るとなんだか悲しくなってくる。過ぎ去りし思い出を悲しむ必要はありませんよ。明日は明日の風が吹く。もう悲しんだりしないでください。Clear distortion. 誤った選択肢をすべて排除する必要なんてないでしょ。脅迫観念にでも駆られているの？完璧主義って言って。ベロブルーク。製図の記録でその名前を見た覚えがあるわね。先週の貿易航路にはたくさんの類似した星があったけど。残念なことに反物質レギオンの出現によってどこも連絡が断たれているわ。そうだね。ベロブルグは雪に覆われた週末の故障だから、いろんなところにこういった金付きが置かれているの。じゃないと人は生きていけないんだ。それじゃ外出しない大木に三月七日がベロブルグを案内するよ。ナイス。そういえばまだ実際に金付きに触ったことはなかったな。いつも焼けて真っ赤になってるから、触るとうちの柔らかい肌がカリカリになっちゃうかも。大丈夫よ。ここは記憶空間だから。現実世界で火傷を負ったことがないなら記憶の中でもそうはならないはず。
現実で軽減にぶたれたこともないけどね。うるさいわね、触りなさい。ひひひ、引っ張らないで。あちちちちち。ハッ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 。もう、すごく暑かったんだから。現実で起きなかったことだから暑くないって言ったじゃん。やけどを負わないと言っただけよ。暑くないとは言ってないわ。暑いという概念を理解しているのであれば、記憶がおのずと感覚を補足してくれるの。これがベロブルグ？全然寒くないわね。寒っ。え、大木は大丈夫なの？こっちは寒くて震えてるのに。多分本当の寒さを体験したことがないからでしょうね。まあ、ご自分でこの寒さを満喫してね。ラフでの過去なら私も一緒に経験したことがあるからお前の助けになれたけど、ベロブルグでは自分自身で干渉の源を区別し異物を引き出すしかない。分かってる、うちに任せて。 OK。 そうそう、お前に聞きたいことが一つあるの。ものすごい苦痛を味わったことはある？え、ないはずだけど、どうして急に？人は時々苦痛から逃れようとして意図的に極端な記憶を忘れる。お前自身も気づいてると思うけど、ラフでの記憶の中ではお前が出会った人全てが思い出さないようになだめたでしょ。無意識のうちにお前が自身に語りかけているかのようにね。もちろん外部による干渉の可能性もあるわ。誰かがお前に暗示をかけ、あることを思い出すのを防いでいるとかね。うち、わざわざ記憶を思い出さないようにされるほど重要な人物とは思えないけど。何も覚えてないんでしょ？うん。ここでもう一度確認させて。このまま自分の記憶を探索し続けたい？外部からの干渉って言ったよね。じゃあなおさら探索しなきゃいけないじゃん。うちの記憶を封印した悪者がいるかもしれないのに。行こう、ゲーテホテルを案内してあげる。ゲーテホテル、やちまい。私もますます興味が湧いてきたわ。この経験はうちらが初めてベロブルグに到着した日だよね。その翌日に指名手配犯になった。いるはずのない人物は誰だろう？Właśnie, właśnie. Dobra, spauzujemy, zasywujemy i ludziska, my